本日の聖書箇所は、マタイの福音書6章9節から13節。だから、こう祈りなさい。天にいます、私たちの父よ。皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を、今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄はとこしえにあなたのものだからです。アーメン。本日は主の祈り、その2と題して、藤波牧師にメッセージを取り次いでいただきます。主の祈り。この祈りは当時の時代から2000年経った今も、聖書が翻訳されているすべての諸国、民族の間で暗唱され、公同の礼拝で唱和されていきました。イエスが公に福音の知らせを伝える前に、ご自分の受難と、そして十字架の死と復活について説明される前に、この祈りを弟子たちに教えられました。福音の終束版と読んでも過言ではない。この主の祈りは、この世の雑音から私たちの心を引き離して、私たちを神の御思いを受ける受容モードに変えることができるものです。本日は主の祈りその2と題して、本章の9節の下と10節に心を向けます。イエスは私たちの祈りの対象となるお方は、全宇宙どこにでもおられる私たちの親愛なる父であられることを教えられました。どこにでもおられる私たちの親愛なる父よ、皆が崇められますように。ネスカダシマ。この言葉は直訳で、あなたの皆が聖でありますように。つまり、どこにでもおられる私たちの親愛なる父よ、あなたの皆がありとあらゆる被造物から別にしておかれますように。あなたの名を際立たせてくださいという意味です。セム語族の語源となる動詞カダシという言葉は、聖にする、性別する、特別の目的のために分けるという意味です。イエスの時代、その前から、人々は神の御名を偽って使っていました。イエスは弟子たちに、神の御名を神聖に保つこと、悪の行為や不当な取引とは完全に別に保つことの重大さを思い出させました。神の御名は善と健全なものすべてを象徴しています。神の御名は善と祝福のすべての道において、私たち人類を教え導く目的を持っていることを意味しています。先ほど子どもたちに例を挙げて説明しましたけれども、古代の中近東では、商人が品物を売るときに、交渉の際に神の御名を使いました。天に手を挙げて、神の御名によって誓いを立てたんです。神の最も尊い御名によって、この絨毯は500ドルの価値がある。しかし、私の友のために特別価格にしよう、300ドル。一方、買い手は、いやいや、その絨毯は300ドルの値打ちしかない。100ドルの価値もない。でも、神の御名によってあなたに200ドル支払います。売り手と買い手が
売買の交渉をこのように続けました。人々は神の尊い皆だけではなくて、特定の天使の名前や聖人の名前、さらには商人の家族のメンバーの名前さえ使いました。交渉は1時間から2時間にわたって続くこともあったそうです。商売に天井にあるすべての栄光の名前が使われたのです。商人は売り込みを強化するために、あがなわれるべき神の聖なる皆を利用しました。もし商人が商品を売ることができなかったら、彼は腹を立てて悪い態度を客に表して、場合によっては客の前で唾を吐くこともあったようです。商人は嘘の誓いや誤解を招くような会話に客を引きずり込むために神の聖なる皆を利用したのです。イエスは当時の日常のビジネスにおける神の皆の使用を厳しく注意しました。もし誓いのために神の皆を使うならば、その人は明白で率直に真実を話さなければなりません。はいははい、いいえはいいえというだけの会話で十分なのです。しかし今日に至るまで、創造主の名を日常のビジネスに利用する習慣が続いています。そして中東だけではなくて、多くの人が神の名を偽りや堕落した用途のために使っているんです。この西洋では、特にアメリカでは、何かに驚いたり、何かにびっくりしたり、呆れたことに、オーマイ、神の名を使うことが、もう肩にはまった決まり文句に化しています。十回にあなたの神である主の名を偽りのために使ってはならない。書いてあります。歴史にわたって宗教家たちは神の名を不当に使ってきました。今も変わっていません。神の名において戦争を起こし、迫害し、十字軍、民族浄化、大虐殺を犯してきたんです。神の名を用いて狂信的な熱意で、男性も女性も子供を殺し、自分たちは神に大きく貢献していると考えてきたのです。古代も現在も、対立する宗教、あるいは異なる宗教、異なる信条、異なる信仰を持つ人々を殺害することは神の栄光であると信じられてきたんです。これは宗教の教えだけにとどまらず、政治的見解の違いやライフスタイルの相違も含まれています。二世預言者や詐欺師は神の名において破壊的で誤った教義を教え、聖なる聖典で裏打ちしてきました。彼らは自分の欲望にかなうように、そして自分の私的な信念を高揚させるために、このようなことをしているのです。偽預言者や偽教師はそのような誤解を招く教えによって多くの魂を暗くして、数えきれないほどの人々の心を曇らせて、有害な行動を選ぶように仕向けています。この天と地を創造された神は聖なる存在です。すべての誤りと悪から切り離された存在です。しかし神の聖性は、神が近寄りがたく遠い存在であることを意味するものではありません。多くの人は神の神聖さについて間違った考えを持っています。神は私たちをご自分に似せてお作りになられたからです。聖、正し。この言葉は何々から区別するという意味です。イスラエルの民が聖別されたという意味は、他の国々と区別される
ことを意味しています。イスラエルは信仰においても社会面においても政治面においてもすべての事柄において神がご自分に信頼する人々を導くとは一体どういうことなのかを他の国々が知るための模範となるべき存在だったのです。だからこそイエスは弟子たちにどこにでもおられる親愛なる父の皆が崇められますように、あなたの皆を万物と区別されますようにと祈るように教えられたんです。私たちの父の名は聖なるものであり、偽りやまた誤りから切り離されたものであることをしっかりとわきまえましょう。神はすべての栄光と正義の中にご自分を表しておられます。ですから私たちは神の名を正義と真理のみに用いるんです。神は人類の親としての存在、このお方の名の神聖さは私たちの善のためです。神の名の下で全ての善が私たちを取り囲んでいます。良いものです。このことに私たちの心を調整するのです。天におられどこにでもおられる親愛なる父よ、あなたの皆が崇められますように、あなたの名を際立たせてください、聖別させてください、私たちの祈りです。二つ目に、あなたの御国が来ますように、天聖マウクーサー、イエスが弟子たちに願うように言われた御国、マウクーサ王国、この王国は人種、国、国粋、ありとあらゆる境界を超えた王国です。将来この世に到来する神の国のことです。しかしイエスが言及する神の国とは、あらゆる時代のあらゆる場所の人々の心と魂に親としての父なる神の支配が君臨するということでした。ところがイエスの時代の人々の多くが地上の党派的な王国を求めていました。ダビデ王国の復活を切に願ってその王国を期待していました。ローマ帝国を倒してヘロデを退けてイスラエルの支配を再び確立することを彼らは切に望んでいました。民衆の祈りは常にこの目的のために、このような王国のために向けられていました。イエスは神が王を立て王国を再建してくださるように祈る当時の通常の祈りの願いの重点を根本から移されました。イエスは政治的な王国のためではなく神の王国のために祈るように教えられたんです。その祈りはすべての人間の心の内側から父なる神が支配される現実のためのものでした。そして父なる神がすべての人の内側を支配されるならば、やがてそれが政治や社会に影響を与え、国と社会は抜本的に変えられることになるのです。私たちの祖国もこのアメリカ合衆国も選挙活動に熱が入っていますが、政治を司る全ての人はこの真実をわきまえなければなりません。イエスは父である神の導きがなければ人間の支配だけでは争いや分裂はなくなることがなく続行することを知っておられたのです。神の国はすべての国やすべての民族を正義と公正によって公平に包み込みます。神の支配下では一つの平等な尺度がすべての国や民族に拡大されるために、正真正銘の公正がすべての人に望みます。どこにでもおられる親愛なる父なる神に
人々の心が支配されるために全ての政治的構造が良い影響を受けるのです。そのようになりますようにお祈りなさい。イエスは教えられました。さて、あなたの御国、バウクーター、このバウクという語源は相談する、助言するというアラム語です。セム語族の観点からの神の王国は神の主権的な助言を示すものなんです。神の王国は父なる神の導きが実行される状態なんです。神の御国では人の内なる存在が力や規則ではなく、万物すべてを治めてどこにでもおられる父なる神の助言と慈愛によって支配されるということを示しています。私たち一人一人、私たちの心が親愛なる父なる神にご支配される。イエスは私たちに御国を来たらせたまえと祈るとき、親愛なる父なる神の賢明な助言、または親であられる父なる神の愛に満ちた助言が私たちの人生を導き、私たちが進むべきすべての道を示してくださいますようにと願いなさいと教えられたんです。この霊的な導きは私たちの親であられる親愛なる父なる神に完全に依存することを意味しています。完全に依存する。神の御国は復活の主イエスの再臨の時に完全な形でこの地上に臨みますけれども、その望みに現在に生きているんです。私たちは親愛なる親であられる父なる神に私たちを支配してくださるように、ですから現在でも神の御国を体験できるんです。イエスは弟子たちに神の国とその義とを第一に求めなさい、そうすればこれらのものは皆豊かに与えられると言われました。神の国をまず求めるというのは何よりも神の導きに心を開くことなんです。そうすれば私たちのすべての必要なもの、物質なものも含めて私たちのところに流れ、私たちのところから外に出ていく、そして周りの人たちを祝福するんです。神の導きは常に私たちを祝福の道へと導いてくれます。神の導きを私たちがしっかりと認識し、それに基づいて行動するとき、個人の生活、また国、社会のさまざまな課題を解決することを可能にしてくれます。ですから私たちが父なる神の導きに基づいて積極的に行動するとき、私たちは自分の道に不安を感じる必要は一切ありません。なぜなら全ての人々にとって、私たちにとって最良の道を求めているからです。恐怖というものは、恐れというものは私たちを苦しめますが、神の国に対する私たちの信仰と確信は平安と、そして安らぎに満ち足りる心をもたらします。ですから父なる神の導きに身を委ねているならば、指導に、また助言に身を委ねているならば、私たちは多くの良いことを行い、健全な態度を維持します。私たちに良いことを行う意志を奮い立たせてくれるのは、どこにでもおられるこの天と地を創造してくださった親愛なる父なる神だからです。ですから
父なる神の助言に完全に心を開いて、このお方の知恵と導きの中で人生を生きていくことを願い、実行しようではありませんか。神の王国の力と導きは私たちの内側から始まるんです。このことに心を調整しましょう。あなたの王国が来ますように。徹底目標。三つ目、最後のポイントです。御心が天で行われるように、地でも行われますように。ニフエスウィアナイエンカナドワシメイアアッパーラッ。直訳の意味は、あなたが望まれていることが天にもまた地上にも実現しますように。この御心、スウィアナという言葉は重要な言葉です。これは望むところ、願うところ、喜ぶところという意味です。神の御心と聞きますと、多くの人は圧力をかけて人に従わせるという一種の強制感を抱きます。しかし、そう受け取るべきではありません。子供を思う親を思い起こしてください。お腹を空かせている子供に、我が子に意思をあげる親はいるでしょうか？イエスは言われました。親は子供にとって一番良いものを与えられます。イエスはある時、弟子たちに小さい群れよ。恐れることはない。あなた方の父は喜んであなた方に御国をお与えになります。この御言葉にある喜んであなた方にという喜んで、この動詞喜んでが御心の語源、スワなのです。主の祈りの御心が行われますようにとは、父なる神が私たちに嫌いなことを強制して押し付けることを意味するものではありません。一体神の御心とは何でしょうかと問う人がいます。これは難しい質問です。神の御心とは何ですかと尋ねられた難しい答えることに困ります。ある人は自分は神の意思に従っていないと思い、罪悪感という重荷を感じている人がいます。神の御心を見出そうとするあまりもどかしい思いをしているんです。イエスは祈りの最初に誰に対して祈るように教えられましたか？思い出してください。アウォン、親愛なる父に祈ることを教えられました。ですから、この祈りは親の思い、親の思いやり、親の愛情のこもった意思や願望を示しているんです。親愛なる父なる神は私たちに何か不快なもの、嫌いなものを押し付けるお方ではないんです。ある日、ある人が、私が苦しむのは神の御心だと言いました。本当でしょうか？もしそうなら、病気をした時に治るように願うことは意に反しているでしょう。病気になって苦しむことで他者の痛みに同情できるようになるのだから、病気は神の御心であると言えるでしょうか？私たちが優しい人になるために苦しみに合わせることは、天の父のなされるやり方ではありません。いえ、実は多くの場合、自分自身がもたらす場合が多いんです。あるいは外部から苦しみに合わせられることもあるでしょう。貧しさ、病気、孤独、苦しみの人生に甘んじているのは、天の父の意思を正しく理解していないからなのではないでしょうか。そして、一つの信念として、苦しみや乏しさは神の御心であるという、曖昧な考え方に陥っているからではないでしょうか。例えば、
多くの病気は私たちが自然な健康の法則や原則を破った時に現れるものです。ともすれば私たちは自分の体の必要性に鈍感になっていないでしょうか。心の健康管理はどうでしょうか。ともすれば健康な心の管理をいい加減に扱い、その結果憎しみとか恨みとか辛さがさまざまな形で私たちの体に現れてくるものです。内外にかかわらず私たちを取り巻く環境は病気やある種の不健康な文化のパターンを生じさせることもあります。とにかくこれらのことを例に挙げたのは、身体的な困難や障害をもたらすのは父なる神ではないということを明らかにするためです。通常私たちの無知やまた意図的に自分のやり方を選択した結果、問題を作り出してしまう、また自分自身にとってためになることに反することをして問題を作り出してしまう。病気は神に由来するものではありません。ですから神はいつも良いお方で、私たちのためにおられることをしっかりと認識することは私たちにとって健全なことなんです。天の父の御心とは何でしょうか。神の御心と言われれば難しく考えるでしょう。しかし天の親愛なる父、お父さんの御心と言われれば、愛情にあふれ霊的で親の子に対する愛情を思い浮かべることができるでしょう。親が子供に望むことは何でしょうか。私たちの子供への思い、誰かの子供たちへの思いは何でしょうか。今日ここに集まった子供たちへの思いは何でしょうか。私たち夫婦は息子たちのために祈るときに、いつでも健やかでいるようにと願います。喜びと平安の人生を彼らのために願います。悪い道に入らないように願います。兄弟3人おりますが、その3人がいつまでも助け合うことができるように、仲の良い関係でありますように、他の人たちとの関係が祝福されるようにと毎日願っています。息子たちのために良いことが起こることを望んでいます。病気にならず健やかに健康であるようにと願います。これが親の願いです。親の子への願いは複雑なことは一切ありません。皆さんのお父さんお母さん、あなたがハワイに来ると、移住したいと言われたときに、何とおっしゃられました。きっとたくさんのサポートがあったと思います。元気でいろよ、病気なんかするなよ、父なる神も同じではありませんか。イエスは弟子たちにまた群衆にこう言われたんです。このようにあなた方は悪いものでありながらも自分の子供には良いものを与えることを知っている とすれば、なおのことあなた方の天の父はどうして求める者たちに良いものをくださらないことがありましょう。子供が病気になったら、親である私たちは子供が治るように一生懸命ありとあらゆる手を尽くすでしょう。愛と思いやりのある親は教訓のために子供たちに苦悩を与えるようなことはしないものです。確かに私たちは子供に感受性や
また共感力を身につけてほしいと願っていますが、人生について何か教訓を得るために子どもたちが病気になることは望んでいません。まことに私たちは自分で自分の頭上に災いをもたらすんです。天の父ではありません。願わくばその苦しみのひどさの中で、ああ自分の考えは間違っていたな、自分の態度は間違っていたな、行動は間違っていたと、私たちは自分の間違いに目覚めてトラブルを招いた悪い習慣を改めたいものです。父なる神は人に悪を施されません。天で行われるようにシャマイヤ、天上全宇宙という意味です。心を調整してください。私たちは間違いを犯しながらでも子供たちにとって良いものが何であるかを知っているのですから、決して間違いを犯さない天の父は私たちに良いものが何であるか、その与え方をどれほど知っておられることでしょうか。平安、調和、この天で行われるようにの天というのはそれを例えた言葉です。普遍的な安定と調和の状態のことです。最近の NASA のデータからも全宇宙がいかに調和して機能していることかが分かってきました。物理的な全宇宙の要素に組み込まれた自然には普遍の法則があります。それが太陽系、他の惑星系を作り出して調和の取れた機能をさせているんです。バランスの取れた方法で互いに完全に一致した状態で自然に共に機能しているんです。宇宙の本質は秩序と知性のある父なる神の創造の技を表しています。天上の平和と調和が地上に生きる私たち人類の間にもたらされますようにと願うのです。主の祈りの一言一言を理解し取り組むことで、父なる神の身思いを知るために私たちの心を備えることができるのです。その状態を強力にするだけではなくて、私たちの永遠の源なる父なる神に同調することができるんです。この世の周波数ではなくて、人間が出す周波数ではなくて、全宇宙を治めておられる父なる神の周波数に私たちの心を合わせるんです。この主の祈りを真剣真面目に口にする心から、私たちは親愛なる父なる神の願いが天上にあるのと同じようにこの地上にあることを望んでいることを認めるのです。私たちは愛に満ちた父が絶えず与えてくださる善を受け取り、そして認めるための備えをするんです。それがイエスが弟子たちに教えられた祈りの確信です。心にかみしめながら、今まで教えられたことを思い出しながら、ご一緒に主の祈りを祈ります。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく
地にもなさせたまえ。我らの日曜の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄とは、限りなく汝のものなればなり。アーメン。